安曇野市有明層は長野県安曇野市にある国民宿舎。温泉宿であるが日帰り入浴もか。中部山岳国立公園国民保養温泉地。当施設は安曇野市が安曇野市観光宿泊施設条例に基づき設置する安曇野市観光宿泊施設の一つで、現在は指定管理者制度により株式会社つばめ山層が指定管理者の指定を受け管理。 運営に当たっている。営業は4月から11月まで、中部山岳国立公園内、標高1380メートルの中房渓谷にあり、ひだ山脈津ばく岳と山口の手前700メートルという場所に立地している。建物は鉄筋2階建て、客室は24室で、すべては室。収容人数は73人である。館内には、 有明温泉の大浴場のほか、食堂、売店、休憩のためのスペースが用意されている。食事は旬の山菜や、イワナ、バサシ、わさび漬けといった地元の特産品を用いた料理が提供される。つばくろ岳つばめ山荘合戦後や、お天章岳厨房温泉有明荘有明山、中部佐川穂高温泉尺投げの湯穂高駅有明駅、安ず大井追い分け駅1949年。 人、厨房温泉の下流300メートルほどの場所で、源泉を発見。これをもとに1950年11月に着工、1951年に開業したのが、現在の有明層の前身、村営有明温泉である。当時の南安住郡有明村の構成施設という位置づけであったが、村民だけでなく、登山や当時で村外から訪れる客も多かったという。 食事は自炊が基本で、依頼があれば、炊き出しを行っていた。1954年、昭和の大合併により、ホタカ町が誕生。1960年、厚生年金還元融資を受け建物を新築し、ホタカ町英国民宿舎有明あ層となった。2005年10月1日、平成の大合併により、安住の市が誕生。二千八年度からは、つばめ山荘が、 指定管理者として運営を開始した。当施設の温泉、有明温泉の泉質は下記の通り。男湯、女湯それぞれに大浴場、露天風呂を設置しているほか、家族風呂も有する。当地の温泉は、麓の穂高温泉まで引沌され、ホテルや旅館、温泉付きの別荘などで広く利用されている。有明、穂高温泉は、 1980年3月27日付で国民保養温泉地に指定された。中房温泉有明層では1985年頃から中房温泉号と銘打った観光 PR を行っていたが2004年に中房温泉の名称を商標登録した中房温泉旅館が有明層を所有する保高町あずみの市を相手に訴えを起こし、 厨房温泉号の使用を取りやめることで和解した経緯がある。ありがとうございます。